じゃあこれから下りを楽しんでください。これうどんこ病ですね。白いうどんこ振ったように出ますね。うどんこ病が出始めたなと思ったら、この枝をね取っちゃう。一つのこれも対策なんです。それで出るのを多少抑えるのは典型緑樹をかけておく。熟してくるとね、大体出ます。うどんこ病は。必ずきゅうり、かぼちゃ、ウリ科はね、大体出てきます。この時期になるとね。多少それを遅らせるために典型緑樹をね、噴霧するんですけどね。収穫の目印は、これです。加工にね、こうやってコルク状のシワが出てくるんです、シワ。コルク状のシワね。これが出てきたのが収穫の鉄器ですね。で、取ります。で、手のひらサイズの坊ちゃんかぼちゃん。これは風乾しないと甘くなりませんね。風乾するとね、でんぷんがね、糖分に変わるんですね。それで甘くなります。1週間以上置いとくといいですね、常温でね。這わせると良くなります。10個やそこらもっと何十個ってなりますね、一株からね。それでたくさんなるっていうところでね、家庭菜に非常に向いてると思います。でこの手のひらサイズ、だいたい 500g ぐらいですかね、これでね。それでレンジでチンしてもすぐ食べられるしね。とにかく甘くて美味しいです。